春大アリーメンバーのことこです。今日は3月1日ということで、いよいよ就活解禁ですね。おー、よし、やっとだ。ついに解禁、解禁が明けました。明けました、おめでとうございます。これからいろんな選考を受けていくという就活生の方に向けて、選考を受ける上で気をつけるべきポイントと、どのように過ごすべきかというところをセカニチさんに伝授してもらおうと思います。皆様、ご視聴ありがとうございます。セカニチと申します。就活系の、YouTube 発信を始めて5年以上やっておりますので、就活のプロでございます。というわけで、経験談をもとにですね、この3月1日の解禁日にどんなことに気をつければいいかとか、逆にこれは重要視すべき、ここは重要視しなくてもいいという有限な時間をどこにどう使うかというのをアドバイスさせていただけたらと思っております。お願いします。お願いします。今のひろとくんの就活状況についてちょっと教えてください。広告業界志望で本選考3社ほど進んでおります。1社落ちてしまいました。2社です。いい感じですね。いい感じです。まずじゃあ具体的に何か悩んでることがあればぜひお伺いしたいんですけども、早くエントリーしたらするほど得なんでしょうか。ああ、なるほど。12時5分の人の方が翌日朝8時の人よりも有利なんじゃないかと。そうです。思ってしまう。思ってしまいます。答えは×です。結論、いつエントリーしても同じです。あくまでも企業の内部的な話なんですけども、13年前とかからも言われてて、解禁日に登録しまくった方が有利なんじゃないかっていう話があったんですけど、一切そんなことはない。僕人事部にもいろんな会社の人いますけれども、確認しました。一切関係ない。あくまでも事務的な手続きの上、エントリーとか ES とかの情報が多すぎて処理できないから、例えば1次締め切り2次締め切りとか設けてるけれども、もう関係ないと。エントリーが早ければ早いほど有利っていうのはないです。じゃあ2つ目なんですけども、エントリーしすぎて各企業の話が薄くなってしまうっていう悩みがあって、これ絞った方がいいのか、広範囲でかつ話を濃くするために時間を使うべきなのか、どうすればいいですか。答えから言うと、絞った方がいいです。やっぱり就活生って不安だから、あれもこれも登録して全部薄くなるっていうケースめちゃくちゃあるんです。で、結局二と追うものは一とも得ずって言葉がある通り、何も得られなくなってしまうんですね。なんで大事なことは、まず時間は有限であることというのを意識してください。生きている時間というのはすごく大事な時間で、その時間をどこにどう使うかっていう立派な投資なんですよね。なんでしっかり逆算をして、大事なところにはしっかり時間を使うと、メリハリをつけてやると良いです。で、そんな中でも濃い企業をやっぱ増やした方がいいんですけれども、大事なことはやっぱり集中力。いや、24時間集中できますか。できないです。集中できるのって、まあ、言ったら1時間以内ぐらいじゃないですか。なんでメリハリってすごい大事なんですね。この1時間はこの A 社、次の1時間は B 社頑張ろうと。で、この A 社 B 社しっかり頑張ったらしっかり休もうと。で、また切り替えて C 社頑張ろうっていう風な感じで、メリハリをつけることによって濃くできるんです。これがダラ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 して、結局 A 社も B 社も C 社も D 社も E 社も F 社も見たけど全部終わってないみたいな状況で地獄なので、まず時間は有限であることを認識した上で、しっかり時間を使う先を考えて、しっかり集中するということを皆さんのために応援しております。3つ目なんですけど、はい、じゃどうやったらエントリーした企業の話の解像度が上がるのかっていうのをお聞きしたいです。なるほど。これはですね、もうセカニチがずっと他の動画でも言い続けてることなんですけども、大事なことって社員訪問なんですよ。これ恋愛と一緒でして、ヒロさん好きですか。はい。でもデートはしたことない、結婚してください。無理です。なんでってなるんですか。確かに。デート一回もしたことない人とに結婚してくださいって言われては？みたいな。それと同じで御社のことが志望してます。で、就活は4ヶ月ぐらいやってますと、社員訪問は一人もしてません、でも第一志望です、お願いしますって言われて、いや絶対嫌です。嘘じゃんそれ。なので、この就活の期間があるのに一人も社員と会ってないけれども御社が第一志望ですって、すごい嘘くさい。なんでやっぱり社員を捕まえるべきと。その社員さんからこういろんなことを聞き出して、本当に自分と合ってるかも大事ですし、その社員さんが何を大事にしてるかっていう印象に残った言葉っていうのは、面接で自分の本当の意味での志望動機になるので、そこが薄いとどんなにいい学歴とか自己 PR の話でも絶対落ちます。落ちる。もしくは誰でも入れるガバガバな企業にしか入れないってことが起きうるので、しっかり社員さんと会ってお時間をいただいて、社員訪問して自分の言葉を深くするということをやってほしいと思います。社員を見つける方法は何でもいいです。マッチャーを使おうが、 X で見つけようが、 LinkedIn で見つけようが、何でもいいんですけれども、話して志望動機の解像度を上げるということをお勧めしております。その中でも優先度を上げてやるべきことって何ですか。あ、ですよね。大事なことはしっかり ES を仕上げてほしいなと思います。志望動機に
関しては各企業で合わせなきゃいけないので、ある程度こう柔軟にしておく必要があるんですけど、各地下と自己 PR って、まあ、大きくは変わらないじゃないですか。そこの ES と面接で話せるようなトレーニングは今のうちに早めから早めから準備しておくと、しっかり志望動機の時間を当てられるので、今から前倒しで準備してほしいなというふうに思っています。ES で落ちてしまったら結構ショックかなと思うんですけど。ショックですよね。結論から言うと、落ち込みすぎないでくださいっていうのも、映画あるじゃないですか。例えば僕スパイダーマンめちゃくちゃ好きなんですけど、人によったらスパイダーマン嫌いだったりもするんですよね。同じものを見ても抱く感想って人それぞれなんですよ。10人いたら10人違う感想を持つんですよね。これって就活も同じで、10人全員が丸出すっていうケース結構珍しくて、やっぱり一部罰出ちゃうんですよ。だからもし落ちた場合でもたまたま運が悪かったっていうケースがあります。なんで所詮 ES とか面接とかって、まあ、映画の感想に過ぎないというふうに思った方がよくて、まあ、落ちたら落ちたで、落ちた原因をしっかりと分析して反省しつつも落ち込み過ぎないというのが私からのメッセージでございます。エントリーしたい企業がない人って3月にどうしたらいいですか？よくありますよね。そのやりたいことが見つからない、なんかそういう時期とかありました？ありますね。結構業界を絞った直後とかっていうのはなりがちかなっていうふうに自分で思ってます。どうですか？いや、就活の時全然決められなかったので、まあ、悩んでる人も多いと思いますよ。結論から言うと、就活だけで人生は決まりません。自分のやりたいこととか自分が目指したいものとかっていうのはこれからも探し続けるものなんですよ。今私34歳ですけど、34歳でも探し続けるものなんですね。一生続くんですよ。だから就活だけが人生じゃないし、就活だけで全ての人生が決まるわけではないから、あくまでも就活は人生の一つのステップとして、一つの区切りとしてここで見つける。今回就活でも頑張って自分のやりたいこととか見つけてほしいですし、今後もやり続けてほしいなというふうに思います。長い長い人生を視野に入れた上でこう取り組んでもらえたら、明るく前向きになれるんじゃないかなというふうに思っています。もう一個私からのメッセージがございまして、人生によってすごく大事なことって人生の師匠探しなんですよ。まあ就活というものをあくまでこう、まあ、ツールとして使っていただいて、まあ、自分の師匠となるような人を見つけるべく頑張る、まあ、就活もクリアできるし、就活のその先の自分は社会人になった後とか、自分は25歳30歳40歳になった後のことも自分にとってすごくメリットがあると、自分の目標とする人物とか自分が学びたい人とかっていうのを、人生の師匠を探すべくこれからも就活も含めて頑張ってほしいなというふうに思っています。セカニスさんの人生の師匠っていますか？はい、ああ、いっぱいいますよ。学生時代は僕広告業界にすごい憧れがあって、広告業界の中で活躍する人複数人いたんですね。師匠がいろいろ生きていく中で、そもそものこの日本国とは何かとか、そもそもこの資本主義社会とは何かっていう、この地球全体のことを考えるようになってきて、資本主義社会において起業家っているんです。自分で何か事業を起こしてゼロから何かを生み出して会社を大きくしていってっていう人何人もいるので、そういう人を見ていくと、あ、こんな人みたいにこう起業家として事業を起こして、でその社会をいい方向に変えて、で働いている人もハッピーだし、関わる会社もハッピーだし、それを使っているユーザーもハッピーだし、全員がハッピーになるような社会を作っている経営者、なおかつその売上と企業の規模のとか価値とかも大きくしている人はすごい尊敬している。なんでまあ変わりますよね。だから今学生時代尊敬してる人と、社会人若手になった時と、今34歳になった時で、いろいろ変わってくるとは思います。やっぱいろんな人に会わないとそういう師匠にも出会えないっていう。その通りです、その通りです。だから一番良くないのはやっぱ閉じこもってることが一番良くない。閉じこもっても何にも解決しない。まあ就活の時ぐらいは恥ずかしさとかを捨てていきませんか？捨てませんか？ね、我々冒頭でこんなことしますからね。もう恥ずかしくないですよ。だから、まあ、なんか閉じこもらずにどん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 外に出ていって、いろんな人と話してほしいなっていうふうに思います。セカニツさんから今の就活生に向けて何かメッセージあればお願いします。はい、人生は長いというふうに思ってください。よくあるのは就活でいい企業に内定を取ればそれで人生のゴールだっていうふうに思っちゃう人ってめちゃくちゃいるんですけれども、そうではない。就活はあくまでも一つの山でしかなくて、社会人3年目、5年目、10年目、20年目っていうふうに山ってどんどんいろんなことが起きて大きくなっていくんですよ。あくまでも今は一つの中くらいの山だと思った方がよくて、今後も長い人生は続くし、就活だけでは人生は決まらない。なんでモチベーションの火を消さずに行動し続けてほしいですし、内定もらった後も行動してほしい。まあ一つのステップとして、こんなところで落ち込んでる場合じゃないと、山をちょっと越えていただいて、またその次ってステップがありますので、明るく前向きに長い人生の、まあ、一つの、まあ、中くらいの山だぐらいだと思ってもらって頑張ってもらうといいかなというふうに思います。
3月で解禁ということで焦っちゃう就活生の方も多いと思うんですけど、深呼吸して頑張りましょう。セカニチさんの SNS は概要欄に貼ってありますので、はい、概要欄にあります。ぜひ X フォローしてください。 X YouTube もお願いします。お願いします。それではじゃあなー、みんな解禁頑張ってね。一緒に頑張ろう。応援します。